俺はパニー、ラーメン店を経営している30歳だ。現在6店舗を経営していて、ありがたいことに全て連日行列ができるほどの大盛況。そんな絶好調の俺は半年前に25歳の姫香と結婚したんだ。妻の姫香は可愛くて優しくて、まさしく俺の理想の人だと思っていたのは結婚前のこと。よく結婚すると人が変わるタイプがいるって言うだろう。姫香はまさにそれだったんだ。ねえねえ、新しいバッグ買ってよ。また？結婚前は質素な生活を好み、ブランド物にも目もくれなかった姫香が結婚した途端この調子。またって、最後に買ったのは先月だよ。もう使い込んじゃってボロボロなんだもん。そんなわけないだろう。俺なんて最後にバッグ買ったのは3年前だし、10年前に買ったバッグもまた使ってる。姫香専用のクローゼットは収納しきれないほどのバッグがあるじゃないか。それはこの家が狭いからだって。だから早く広い家に引っ越そうって言ってるじゃない。早く高級ターマン買って快適な生活を送ろうよ。姫香が欲しがるのはバッグや服だけじゃない。何かにつけてタワマンタワマンと言ってくるから困ったものなんだよ。パニーはお店の収入だけじゃなくてコラボ商品とかでたくさん稼いでるじゃない。たくさん稼いでるんだからタワマンに引っ越すべきだよ。そこまでの収入はないって。嘘ばっかり。私はタワマンに住むのが夢なのに、私の小さな夢すら叶えてくれないの。小さな夢ではないと思うけど。年収うん千万円のパニーには小さな夢でしょ。ケチケチしないで買ってよ。買ってくれないなら離婚しちゃうからね。それは勘弁してくれって。タワマンなんて簡単に買えるような代物ではないのに、姫香は全く分かっていない。分かっていないどころか、こんなチープな家で家事なんてしたくないなんて言って専業主婦なのにゴミ一つ拾うことはなくなったんだ。店の経営のことも家のことも考えなくてならないし、姫香のわがままを毎日聞かされる。そんな日々に俺は疲れ果てていた。お兄ちゃん聞いてる？え？説明の途中で別世界に飛ばないでよ。コラボ商品の新バージョンの話をしていたんだよ。そうだったな。ごめんなパニコ。パニコは俺の妹で大手食品会社に勤務し、俺が経営するラーメン店のコラボ商品を手掛ける担当者でもあるんだ。また恐竜のこと考えてたんでしょう。ダメだよ、恐竜をパッケージにした新商品なんて。前回も言ったけど、パッケージは購買意欲につながるの。ラーメンと関係ない恐竜をパッケージにしちゃったら意味不明すぎるって。いや、恐竜のことじゃなくてだな。俺はつい姫香のことを話してしまった。誰かに愚痴りたかったのかもな。へえ、私節約が趣味だから、パニーさんが事業失敗しても私が全力で支えていけるわなんて言っていた姫香さんがね。俺が悪いのかな。贅沢させているつもりはなかったんだけど。でも姫香さんが欲しいって言ったものはホイホイ買ってあげたんじゃない。最初はね。だってさ、結婚前は誕生日に何が欲しいって聞いたら、パニーと一緒に過ごせたら何もいらないとか言ってたし、穴の開いたスカートを直して着ているのを知って新しい服をプレゼントさせてほしいなって言ったら、気にしないで未来の私たちの子供のために貯金しててなんて言ってきたんだぜ。つましくて契約家なんだなと思うじゃないか。それは多分お兄ちゃんを落とすための作戦にまんまと引っかかっただけだね。事業が成功した途端お金目当てでたくさんの女性が寄ってきてお兄ちゃんうんざりしてたでしょ。そんな時に素朴で倹約家の女性を演じたら確実に落とせるって企んだんだね、きっと。そんな。それじゃあ俺が好きになった素朴でしっかり者で堅実な姫香はもういないっていうのか。まあお兄ちゃんの見る目がないのは今に始まったことじゃないから。そんなことより仕事の話を詰めましょう。私この後用事があるのよ。
さすがにちょっと冷たいって。兄ちゃん悲しいじゃないか、パニコ。でもパニコに話を聞いてもらえたから、モヤモヤがほんの少し取れた気がする。それにここはビジネスの場なんだから、市場を挟んじゃダメだよな。パニコと打ち合わせが終わると店舗巡りなどで大忙し。その日帰宅したのは夜中だったものの、姫香の姿はなく、タワマンに住んでる友達に会ってくるねなんて書き置きがあり、姫香がいないことに正直ほっとしてしまった。でも次の日、俺は姫香に叩き起こされて、ある場所に連れて行かれたんだ。じゃじゃーん、タワマンの内覧会にやってきました。今ならまだ最上階が空いてるんだって。ちょっと待って、内覧しても俺にタワマンなんて買う余裕はないよ。姫香はなかなか首を縦に振らない俺にしびれを切らしたのか、内覧会からの契約という流れを作るつもりらしい。見るだけ見るだけとかなんとか言って、絶対に買わせようって魂胆じゃないか。衣類や小物はともかく、タワマンなんて絶対無理。それなのに姫香は案内してくれた人に買うこと前提で話を進めて、内覧なのに全く部屋なんて見ていないんだ。それじゃあ購入の手続きを。ちょっと待って、一旦家で話し合おうよ。そうですね、一度じっくり考えてお決めになった方が。どうせ買うのに。とにかく冷静になって考えようね。それじゃあ申し込み書だけもらっておきましょう。内覧会から脱出した俺が心底安心したのは束の間、今度は姫香のだだっこタイムが始まってしまった。ねえ、どうして契約しなかったのよ。どうしてって、俺はタワマンを購入するつもりはないって言ってるだろ。ひどい、せっかくのチャンスだったのに。パニーは私の夢を叶えてくれる気はないの。タワマンはさすがに。もういい、タワマン買ってくれなきゃ離婚する。脅しじゃないわよ、離婚届だって準備できてるんだから。え、姫香はバッグから取り出した離婚届を俺に投げつけてきた。そんな。私とタワマンで生涯共にするか、タワマンも私もいない人生を送るか、よーく考えるのね。姫香は俺を置いて去っていってしまった。ありゃりゃ、激おこだったわね。パニコ見てたのか。バッチリ。それで買うの、タワマン。それは。おっと、答えを聞く前にお兄ちゃんに渡したいものがあったんだ。渡したいもの。パニコは分厚い封筒を渡してきた。ああ、新商品のことか。なんなんなん、言ったでしょ、私は他のことでも忙しいって。その情報をゲットするのに苦労したよ。お、中身を確認して俺は驚愕した。これは。それは姫香が他の男と密会している様子を撮影した不倫の証拠だったからだ。相手は46歳の会社員、独身で、姫香さんが既婚者だってことは知ってて離婚を迫ってるみたいね。どうやら姫香さん、この男の人にブランド物とか貢いでもらっているみたいよ。嘘だろ。ほんと、姫香さんは完全に金づるとしか思っていないみたいだけど、その人は本気らしくて、離婚させるために姫香さんの言いなりみたい。貢がせている証拠の写真と録音データも入ってるわよ。なんなら貢いでもらったバッグからその離婚届取り出してた。全く気がつかなかった。どうしよう、パニコ。そんなの決まってるじゃない、愛する姫香さんのためにタワマンを買ってあげるのよ。イシシ、不倫した妻にタワマンを買ってあげるなんてありえない。そう思ったけど、パニコなりにいろいろ考えているみたいだ。それからの俺は寝る間も惜しんで動き回った。姫香はタワマンを購入するまで帰ってこないと書き置きをして出て行ったので、やりやすい。数日後、準備が整った俺は姫香に連絡して帰ってくるように伝えたんだ。ようやくタワマン買う気になったのね。だってどうして妹さんも一緒なの。どうもどうも、お久しぶり。
いろいろと助けてくれたから証人として同席してもらってるんだよ。証人って姫香さん、おめでとう。夢だったタワマンへの引っ越しが決定しました。あ、本当？おお、内覧したタワマンの物件契約と離婚届出してきた。え？俺じゃタワマン買ってあげられないから要望通り離婚してあげたよ。君が渡した離婚届受理されたから俺らは夫婦でもなんでもない。え？あ、嘘、あの離婚届出しちゃったの？うん、タワマン買えないなら離婚だって言われたから。でもタワマンの契約したって。よかったね、タワマンへお引っ越し。つまりタワマンは離婚の慰謝料ってこと？なわけないじゃん。タワマンは君を愛する人がローンを支払ってくれるんだよ。それって俺のことだよ。は？どうして変田さんがここにいるの？姫香さんのご主人。あっと、元ご主人から連絡があって離婚することを教えてもらったんだよ。姫香さん、俺は姫香さんの希望を全部叶えてあげるよ。たまんで新婚生活をスタートさせようね、姫香さん。いやー、私イケメン以外無理なの。イケメンじゃん。愛する人のためにタワマン買ってあげるなんてさ。容姿は好みじゃないの。ひどい、未来の旦那様に。私はこんなのと再婚なんてしないから。何言ってんの、もう俺たち再婚してるんだよ。は？忘れたの、姫方。俺の誕生日にいつか私が独身になった時用にって婚姻届渡してくれたじゃないか。まさかそれ俺が出してあげたよ。俺たちすでに夫婦だからね。タワマンのローンも夫婦名義で組んでるから頑張って払おうね。嘘、私知らないから。こんなの詐欺よ、デタラメよ。姫香さんが夫が契約書書いてくれなかったってタワマンのローン申請を俺に持ってきたじゃないか。俺なら買ってあげるのにって言ったら夫婦になったら買ってねって申請書に記入してくれたろ、俺の名字で。あ、そうだった。俺借金があるから姫香さんもしっかり働いてローン返済協力してね。借金があるのにローン審査通ったわけ？ちょっと小細工してね。夜のお仕事でガッポガッポ稼いでね。姫香さんの写真と動画見せて店には話つけてるから。それとお友達とは縁を切ってね。お友達？ああ、私が説明するね。姫香さんにはもう一人不倫相手がいますよね。仕事もしていないイケメンニートが、新ご主人は彼と縁切りするように要望されているようです。どうしてたっくんのこと？兄はたっくんと変田さんに慰謝料請求を行うことを検討しています。もちろんあなたにもね。すでにご主人がいるため他のイケメンと密会していたら不倫になり慰謝料の額が増えるだけですから手を引くことをお勧めしますけどね。ただでさえローン地獄なんですから、慰謝料支払いでさらに借金地獄にならないようにお気をつけくださいませ。そんな、私はイケメンを手放してこいつとタワマンに住むしかないのだね。いやー、私はパニーと一緒が良かったの。タワマンなんていらないから、パニーお願い、離婚は撤回して。撤回はできないよ。小さな夢を叶えてくれた旦那さんに感謝して多額のローンを夫婦二人三脚で返済していきなよ。節約が趣味なんでしょ。繰り上げ返済目指して頑張ってね。無理だかな。姫香は再婚相手と夢のタワマン生活をスタートしたものの、お金がない二人は家具を新調するどころか持っているものをほとんど売りに出してローンの返済額をかき集めたとか。寝る間も惜しんで働いているものの、次第にローンの支払いが滞り1年もせずに差し押さえされて出ていったとのこと。さらにイケメンにドハマりした姫香はまたしても不倫して再婚相手にブチギレられて離婚となり、パニコの言う通りローン返済と借金地獄に陥っているようです。俺は新店舗も構え、コラボ商品第2弾の売り上げも
好調だ。すごい、今日も大行列だね。ありがたいことにね。まさか恐竜の森をイメージしたラーメン店がこんなに流行るなんてびっくり。俺も。実は新店舗は恐竜の住む森をイメージした店内と恐竜の柄が入った器に恐竜の形をしたチャーシューなど恐竜尽くしなんだ。これでコラボ商品第3弾のパッケージは恐竜で決まりだろう。はいはい、お兄ちゃんのラーメンと恐竜にかける情熱にはかなわないよ。パニコのプリン愛もなかなかだぞ。そうだ、今度パニコプロデュースのプリンをデザートとして販売しようぜ。あ、それいいね。それじゃあまた今度ゆっくりビジネスの話をしような。うん、楽しみにしてるね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。